演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらセブンイレブンのタコとブロッコリーのバジルサラダを食べたいと思います。こういうふうにタコとブロッコリー入っていて、あと枝豆も入ってますね。でそこの方にジェノベーゼみたいなバジルソースが入っていて、かかっていて、そんな感じですかね。ではまず開けてみましょう。それでは、はい、やっぱりこんな風にブロッコリーとか、あとジャガイモとかも入ってます。タコとか入ってますね。ではいただきます。割に食感にばらつきがあるのはどういうことなんでしょうか。タコ以外も枝豆は統一されてますけど、ブロッコリーはもう場所によって硬かったり柔らかかったりと食感がまちまちで統一されてなかったですね。タコやジャガイモ、枝豆なども入ってところを見ると、多分歯応えで噛み応えを出してこの量でも満足感を得られるという商品なので、それはいいと思うんですけど、なんかそう考えるとブロッコリーが噛んだ部分で硬かったり柔らかかったりというバラバラなのはちょっとどうなのかなって思いましたね。バジルソースの方はちょっとほんのり香ばしさがきて美味しかったのでさ、ちょっと量が少ないかな。まあこのサイズだったらこの量が適切なのかもしれませんが、いかんせんブロッコリーの食感のまちまちさがちょっと好みが分かれるかなっていう部分がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。どうにも食感が統一されてないっていうのは面白くもあるんですけど、ちょっとコンセプトからずれてしまうような気がしましたね。それでは、こまままし仏喜ぶや遊ぶので、遊んでいるところを見ればきっと仏様も喜んでくれますよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。